時半です。こんなにトゥクトゥクが待機しています。タイらしい光景が映っております。韓国の台所、最大級の生鮮市場、クロントゥー市場を調査して。おはようございます。おはようございます。ふくらで通訳のミキです。みっちゃん、すごいですね。すごいですね。今日市場で買った買い物を全てトゥクトゥクで運ぶんですよ。だから結構トゥクトゥクが来てます。材料を買いに来ました。すごいね。はい、わざわざ。わざわざです。でも今日本当はどうしたんですか？あー、本当はブクラの誠さんがいる予定なんですけど、遅刻です。今現在6時半でございます。先にじゃあ行ってようか。はい、行きましょう。ブクコチャンネル。やっぱコロンプ市場は仕入れ市場みたいな感じで、一般的な市場とかでもここで仕入れてから皆さん販売するんですよ。だから結構一番大きいところですね。だから卸市場みたいなところです。何買うの？豚。ここに来ればもうほとんど何でも揃ってるから、特に豚の血なんですよ。これなかなかお店で手に入らないんで、で小さい市場でも手に入らないんで、こういうところで買いに行きます。豚一頭まるまる。豚のひき肉買います。9人分ラーメン、これぐらいの寸胴のラーメンで、スープを作って朝からおかんです。まだちょっと今ひき肉してもらってんで、こっちで買い物したいと思います。ニンニクです。ニンニク最速2台目じゃあ매먹고싶바다자だいたいこれぐらいで今5バーツとか10バーツなんですよ、一般的な市場って。スーパーの10分の1とか5分の1とか、もう本当にもう全然気にならないぐらい安いですよ。これは何？トムヤムラーメンってピーナッツと桜エビが入ってるんですよ。今日はそれを買います。75バーツです。これでスーパーで買ったらどうだ。100バーツ以上します。まず桜エビが手に入りづらいです。中華街かなんか。そうなんですよ。バンコクの台所ですか？もうバンコクの台所ですね。本当にここでいろいろ何でも揃っちゃうんで。ハニー、買えないか？ローラ200。1キロが200バーツだそうです。1キロ200バーツ。はい、めちゃくちゃ安いです。悩まないんで。料理に必要な時はこんな感じにもう刻んであったりとかしてくるんで、すごい便利なんで。これは何？赤いやつは唐辛子とかいろんな材料をペーストしたやつで、ネットカレーとかここはも使う。こういうのはもう本当にお店でよく炒めるの。だから刻んであるから、もう
自分たちで刻む必要がなくてすごく便利。こういうのを買えるのはこういう市場だけですね。すごいよこれ。何これ？豚ですね。多分これから販売するのかというのはもうこう。すげえな。今日はうちのスタッフがトムヤムラーメン食べたいって言うんで、ピーナッツと桜エビで豚のひき肉でトムヤムスープの素と、ラーメンの上にのせる揚げニンニクを使う。揚げニンニク、いや、この小さいの皮むかないんですよ。このまま潰して食べます。小さいのは大きいものよりは香りがすごい高いので、揚げたりとか本当にすごいニンニクの香り付けしたいときは基本こっちで料理することが多いです。あばめかあみのえむっちゃ入れるよね、タイって。いい朝ですね。いい朝には朝やっぱコーヒーですよね。甘そう。ハオライか。15バーツです。安いね。安いですね、本当に。クロアマコト町騙されて全然違うところ。Google のせいにすんな。まっすぐまっすぐ。道の中まっすぐ、ひたすらまっすぐ行って。めっちゃ送ったのに全然違うところ。いやいや、みんなついてるから無事。なんで？なんで？いや絶対間違ってやってる。絶対。もう自信満々だし、まっすぐまっすぐ。ホテル行ったよ。あ、いたいたいた。すいません、お願いします。冷静冷静。冷静冷静冷静。私初めて。初めて。おう。すげえ。まあ、福岡山崎山。何だっけ、今日タイヤがいな。いい、ラスイプカー、クッローさん。これはね、ニンニクを刻んだ。これでいくらなの？500g で35バーツ。こんなみたいなの刻めないと思うかな。次、豚の皮。すごい。これあれ、鶏の足。これ鶏の足？そうそうそう。こんなプルプルな感じなの？そう、プルンプルン。そう、プルンプルンなんです。コラーゲン、コラーゲン。うるさい、うるさい、うるさい。そう、こんにゃくも切るよ。そう、こんにゃく売ってるよ。すごい、こっちもこんにゃくだ。そう、こんにゃく。安くない？これで55万円。すごい安くなんだ。ちょっと待って、これ高いだよ。そうだよ。これ75万円。そう。安い。ラーメンの材料で。あと何だろう。大根。噂の大根。はいはい。ロラハンセン。25バーツ。25？ これ25バーツってすごくない？ちなみに食べていくらなの？あれ？ローラ30 20 40バーツです。おむにゃー、これ40バーツってありえる？セーターの黒バーツ信じらんないやつだ。くんろー、これ全部豚？豚の皮、豚の脂で、これ小腸とかでしょ？そうホルモンとか。うわ、豚の顔すごい。豚の鳴き声以外全部食べれるっていうね。そうなの？じゃあ頭から尻尾まで全部食べれるってこと？まこちゃん、あ、すごいんだけど、隣の方がもっとすごかった。わお、何あれ？カエルじゃん、カエル、カエル。ナマズはカエル。多分普通に魚と一緒のやつ食べる。そうそう、茹でたりとか。健康上に相談大きいね。生きてる。お母
菓子売ってる。本当だ。このお菓子これ美味しいんだよね。で、ハイジンってなんであんなひまわりのタレ？美味しいよ。美味しいけどみんな食べてるよね。美味しい美味しい。あ、味付け海苔だ。70万。嘘。まあでも、もっと高いよ、富士スーパーとか。超安くない？しかも100枚入り。お、おー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 、雑貨屋さんとかもあるんだ、やっぱり。この置き方もなんかいい。見て見て、猫がいる。逃げられてますね。うずらの卵も売ってんじゃん。すごい。米屋さんもすごいね、こうやって見ると。パイナップルも激安じゃない？この辺は果物だね。この辺は果物ですよね。お店おやすさいは。これで70バーツすごい。てかすごい重い。ずっしり。絶対美味しいよね、このバナナ。てかマンゴーじゃん。え、あとレモンだっけ。そう、レモンだけ。マナオ。ここにあるマナオいっぱい。あれ、みかん。あ、みかん。カメが売ってるよ。半分用だから食べるものじゃないんだって。ああいう感じで買うんだ。自分でどれがいいか選ぶのね。10個で20バーツ。え、安くない？以上、私のお買い物は以上です。だそうです。買いました、今日は買いました。もう全部でいくら？500ちょいちょい残ってるんで、やった400バーツちょいちょいぐらいしか買ってないです。え、それでこの量？9人分のご飯。9人？そう、9人分のご飯。すごい。何作るんだっけ？ラーメン。何ラーメン？今日はトムヤンラーメン。すごい。あ、こちら30分遅刻しても、この位置が。あ、30分遅刻してもすごい堪能できるぐらいです。本当ごめんなさい。そうなんだ、本当に。実際に見て、本当来たの初めてで、で、想像はしてたけども、こんなに活気があるのと、あと、もともとタイの市場って、まあ、安いっていうイメージがあるけど、それをはるかにこう想像を超えるほど安かった。あと、新鮮っていうのもあるし、あとすごいね、これ、田中 D のなんですけど、これでも110バーツぐらいしか行ってないからね、すごい重い田中 D。 普通のスーパー、本当に普通のスーパーより安いんですけど、ここで買う場合は基本量り売りになるので、例えばキャベツ1つ買いたくても量ってもらって1つずつに値段がやっぱ違うんで、その辺は確認していただくことが重要かなって。ぼったくることは、ぼったくることは基本的にね、皆さんそこにもあるんですけど、値札がちゃんと書いてあるんで、1キロ丸々買うことはないんで、もう本当に 100g とか 200g とか言っていただければ。1キロってタイ語でなんて言うんですか？ローヌン。ローヌン。で、例えば 100g 欲しいって言ったらキーヌン。で、200g だったらソンキーで、500g だったらクルンロー。半分。クルンって言うんだ。クルンロー。一般の人は何時来るの？一般の人はね、7時ぐらいからの方がいいかもしれない。なぜかっていうと、朝早すぎても仕入れの人たちでごった返すのと、遅すぎてもだいたいもう閉まっちゃうんですよね。なるほど。閉まり始めてるのはいくつかあるんで、もう本当に7時ぐらい。おすすめの時間帯は朝7時です。ある意味まさちゃん遅刻した。遅刻したけどオンタイムです。私素晴らしくない？いや、店閉まって、そういう冷たい目で見ないさすがバンコクの台所、フロントウィー市場。早朝から地元民の仕入れでにぎわっていますね。安い上に普段スーパーには並ばないような珍しい食材にも出会えるので、興味がある方はぜひ。一般の人たちは朝7時ぐらいに行くのがおすすめ。電車で行く場合は MRT クイーンシティキットナショナルコンベンションセンター駅の一番出口からが近いですよ。グッドボタンとチャンネル登録。